皆さん、こんにちは。未来予想2045へようこそ。私たちの YouTube チャンネルにお越しいただき、ありがとうございます。ここのところ、YouTube などで国会の切り抜きなどを見ることが多く、どんな切り口の質疑に対しても、同じ内容で答弁している答弁者がいます。そこで、国会での答弁の内容から、その人がどんな心理状況なのかを客観的に考察していこうと思います。ということで、今回の動画は未来の空想ではなく、今の日本はどんな人たちが動かしているかということにベクトルを向けていきます。国会で答弁をしている方々は大変難しい仕事をしていらっしゃると思います。しかし、不都合な内容となると手元にある内容を一字一句間違えないように同じ文言を繰り返すことが多々あります。同じ内容を一字一句同じように繰り返す行動は、相手に対するコミュニケーションの中で様々な心境や状態を示す可能性があります。以下はいくつか考えられる心境です。不安や緊張。話すことに不安や緊張を感じている場合、同じ内容を繰り返すことで自分の安心感を得ようとすることがあります。繰り返すことで自分の発言に自信を持とうとする可能性があります。理解が不十分。相手の理解が不十分だと感じて、同じことを何度も説明することで相手に正確に伝わることを期待しているかもしれません。自分の意図が明確であることを強調しようとする可能性があります。協調や強制。特定の点やメッセージを強調したり、相手に納得させたりするために同じことを繰り返すことがあります。相手にとって重要な情報であることを示そうとする可能性があります。ストレスや混乱。ストレスや混乱した状態では同じことを繰り返していることがあります。情報の整理が難しいと感じ、同じ言葉で確認しようとする可能性があります。コミュニケーションの不足。相手とのコミュニケーションが不足している場合、相手が理解しているかどうかを確認したり、自分の言葉で確認している可能性があります。これらの心境は一般的な傾向であり、具体的な状況や人によって異なります。コミュニケーションは複雑で、様々な要因が影響します。相手に説明をするときに、様々なあらゆるといったような具体的な内容ではなく、ふわっとした表現や具体性のない言葉を連発する人の心境はいくつかの可能性があります。深く実感や迷い。話している人が特定の情報や意見を選べない場合、その背後には深く実感や迷いがある可能性があります。具体的な情報を避け、広い範囲にわたる表現を使うことで自分の立場を固定せず、柔軟性を保とうとしているかもしれません。他者との関係への適応。話している相手や状況によって適応している可能性があります。具体的な意見や情報を述べることで相手に反感を抱かせるのを避け、安全な立場を維持しようとしているかもしれません。回避行動。困難な質問や意見に対して直面することを避け、曖昧な表現を使って話すことで自分を保護しようとしている可能性があります。真摯に対話することを避けて、問題を回避している可能性もあります。他者の期待への適応。話している相手が期待する反応や情報を正確に把握できない場合、曖昧な表現を使って相手の期待に合わせようとしている可能性があります。これは他者との関係を損なわないようにしようとしている行動かもしれません。これらの心境は個人や状況によって異なりますが、複
確実性や他者との関係への適応が一般的な要因として考えられます。某総理大臣について結論を決めずに検討するという言葉を特に多く使います。そんな人の心境にはいくつかの可能性が考えられます。慎重さと注意深さ。決断を避けて検討することは慎重で注意深い性格や考え方を反映しているかもしれません。物事を十分に理解し可能な選択肢や結論を見極めるために時間をかけようとしている可能性があります。リスク回避。検討する態度はリスクを回避する意図があるかもしれません。結論を急いで出すことが誤った判断につながる可能性を考慮し検討段階で不確実性を減らそうとしているかもしれません。情報収集へのコミットメント。結論を出す前に十分な情報を収集しようとしている可能性があります。情報の不足は誤った結論につながる可能性があるため慎重に情報を収集しようとしているかもしれません。他者との協議を重視。決断を下す前に他者と協議し意見を取り入れようとしている可能性があります。協力的な態度でチームやグループの中での意見調整を大切にしているかもしれません。選択肢の探索。結論を急いで出すのではなく可能な選択肢を広げそれぞれの利弊を検討しているかもしれません。これによりより多くの視点から物事を見ることができます。これらは一般的な傾向であり具体的な状況や個人の性格によって異なる可能性があります。さて国会での答弁で様々な検討するそういった感じで結果を出さず先延ばしにしている某総理大臣がいると思います。今回箇条書きでまとめた人物像となるとこれが日本の舵を切っている人なのです。そして某総理大臣自身がこういった人なのかもしくは裏で指示を出している人物や団体がいるのかは分かりません。しかし自身で決めて答弁を行ったのであれば先導者になる資格はなく仮に裏で操られているとすればそれも先導者にはなり得ないということです。そしてこれが日本の現状だということです。皆さん今回の未来予想2045はいかがでしたか？私たちのチャンネルをご視聴いただき本当にありがとうございました。未来の可能性について一緒に考え語り合うことができたことを嬉しく思います。これからも未来予想2045は最新の情報と予測を提供し皆さんと共に未来を明るく希望に満ちたものにしていきたいと思っています。引き続き未来予想2045の応援をお願いします。少しでも未来予想2045に興味を持っていただいたらぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴していただいてとても嬉しいです。ありがとうございました。